はい、どうもこんにちは、シートメグとミンです。はい、どうぞ。本日紹介するのはこちら、じゃーん、よっこいしょ。初音ミクバースデー2000、バースデー2020スイートエンジェルバージョンですね。はい、スピリテールさんから発売されたミクちゃんの誕生日をお祝いしたフィギュアですね。はい、プライズからも祝われて、でスケールフィギュアでも祝われるってね、ミクちゃんねすごいね、羨ましいなと思います。うん。ちょっと発売が延期しちゃって、ね、その関係でね、この時期にようやく届いたっていう感じになりますね。じゃあ本日ね、この子の方レビューしてみたいと思います。はい。マシアとミクミンチャンネル。こうしてちょっとね、また巨大なミクちゃんのフィギュアをねレビューするっていうのはちょっと久しぶりですね。はい、じゃあ早速ですね、外箱の方から見ていきましょう。外箱は透明の箱に覆われていて、うん、で横はこんな感じになってます。イラストのミクちゃんがいますね。可愛らしいよね。うん、はい。でこのミクちゃん、すごい天使風になってて、うん、珍しくニースは履いてないという感じになってますね。うん、なんかセクシーがすごいね、衣装がすごいセクシーでいいなと思います。逆になっちゃった。はい、裏はこんな感じになってます。フィギュア本体ですね。うん、本当光を当てる角度によって変わりそうなフィギュアだよね。うん、はい。もう一つ横目はこんな感じになってます。何もなしで、よいしょというふうな感じで、上はこんな感じで、下がうん、何もないね。はい、じゃあこんな感じになってます。全体的になんか天使の羽が舞ってるっていう感じっぽいよね。うん、はい、じゃあ早速ね、開けてみようかなと思います。はーい。はい、開けてみると中にはね、ブリスさんに包まれたミクちゃんが出てきました。はい、で杖だけ持ってないので、おそらく杖だけ手に持たせてっていう感じなのかな。うん、よいしょ。裏面見てみるとこんな感じですね。バースデーケーキの上に乗ったミクちゃんっていう感じのイメージなんですけども、すごいね、改めて見るとねはい、それ以外は特になんか組み立て式ではなさそうかな。うん、まあ早速ね、開けてミクちゃん本体、台座、それから杖、それぞれね細かく見てみようかなと思います。うん、杖がね、相変わらずなんか見てもさくらちゃんが持ってる杖にしか見えないんだよねはい、じゃあ早速開けてみましょう。はい、でですね、開けましたので早速細かいところね見ていきたいなと思います。まずは台座ですね。はい、ケーキをイメージした台座っていうのは珍しいですよね。うん、3段重ねになってるのか、2段重ねになっていてっていう感じになってます。で一番下がね、これまた細い台座になってて、でも安定性は高そうですね。うん、特になんか揺れたりとかはしなさそうですね。はい、でケーキの装飾がすごいんですよね。うん、花がこうケーキをね取り囲むような感じになっていて、うん、でここにはなんかいちごか何かをイメージしたようなものね、装飾がねあるのが見えるんじゃないかと思います。はい、で外側にはハートと、それからブルーベリーか何かをイメージしたようなね、丸い点がありますね。うん、これは何だろうな。はい、ぐるっとこんな感じになってます。はい、いやね、2段目のケーキの部分かな、もうすごいことになってて、うん、これは多分なんかケーキというよりかソファーみたいな感じなのかな。うん、なんかそんな感じになってますよね。はい、なんか座ったら柔らかそうな感じになってます。うん、で上の部分にはミクちゃんを座らせるための、くぼみがあるのがわかるかなと思います。はい、でそうですね、花びらのところのね、塗装なんかもすごい綺麗にできてて、グラデーションが綺麗ですよね。はい、ピンク一色ってわけじゃないんだよね。うん、こんな感じになってます。ケーキ全体としてはすごいピンクって感じで、このお皿の部分で言えばいいのかな、うん、のところも若干グラデーションが効かしてな感じになってます。ただの白ではなくてパールホワイトみたいな感じのカラーになってますね。なるほど。はい、じゃん。はい、こちらがミクちゃんが持つ杖ですね。はい、某カードキャプターの、ちょっと杖に見えなくもないかなって感じのデザインになってるんですけども、うん、可愛らしくできてますよね。はい、
杖の部分の真ん中は、クリアパーツで成形されているものなので、ごめんなさい、ちょっと言ったら許しちゃった杖の先端の部分はクリアパーツで成形されたハートって感じになってます。で、後ろの部分も、クリアパーツで生成されたね、尖ったものがついてますね。うん、デザインとしては非常に可愛らしいんじゃないかと思います。はい。で、翼の部分は翼にはなってるんですけども、なんかちょっとあの鋭利な感じになってますね。うん、なんかついたら痛そうな感じはい。で、上の部分には王冠をイメージしたようなものがついてて、うん、なんか王様というか女王様っていう感じでしなくもないような感じのデザインになってますね。うん、ピンク色の持ちの部分もグラデーションが効かせてあって、うん、この辺もね、抜かりないって感じになってます。はい。金色の装飾の部分も塗装綺麗ですね。はい。こっちが表かごめんなさい、失礼しました。バラの花みたいなのがついてて、うん、真ん中の部分だけ、ピンク色に塗装されたような感じになってます。うん、ちょっと見えにくいかなと思うんですけども、綺麗にできてますよね。うん、クリアパーツのところもピンク色の塗装が若干入っていて、完全なる白ではないという感じになってますね。ほー、なんか細かいところまでちゃんと作られてるなって感じがしますね。はい、じゃじゃん。はい、こちらがミキちゃん本体になります。それぞれね、細かいところを見ていきましょう。どこから見ていこうかな。まず髪の毛から見ていきましょうか。うん、頭の部分、髪の毛なんかの、造形がすごい綺麗にできてますよね。髪の毛一本一本意識してる感じになって、さすがね、スケールフィギュアだなって感じがします。今回ミキちゃん王冠みたいのをかぶっていて、うん、で、バラの花の、髪飾りをしてるって感じになってます。いつもつけてるような近未来的なね、髪飾りなんかはついてないので、すごいシンプルな出来になってますね。うん、で、このミクちゃん、組み立てなしです。このままですね。これはね、個人的にはすごいありがたいんですよね。うん、ツインテはめ込むとき大体怖いんですけども、うん、ツインテをはめ込むっていう作業がないだけ、うん、ストレスなくね、飾れるんじゃないかなと思います。はい。髪の毛一本一本意識したような感じになっている造形で、うん、で、髪の毛一本一本すごい何でしょう、塗装が塗り分けられてるっていう感じになってますね。クリアパーツを主体としていて、うん、下に行くほど、透明になっていくっていうのはいつもプライスでよく見るようなものなんですけども、うん、すごい自然な感じになってるのがわかるかなと思います。はい、すごいね。うん、で、おそらく光の当て加減を意識しているのか、やっぱりね、髪の毛のね、色が少し若干変わっていくような感じ、濃い緑と薄い緑っていう感じになってますね。うん、この辺もやっぱ細かいね。はい。反対側もやはり同じような感じの出来になってます。はい。いや、ここまで細かいのすごいね。やっぱね、スケルフィギュアならではって感じがします。うん、はい。で、ミクちゃんのお顔なんですけども、はい、目のところすごい綺麗にできてますよね。うん、単なる緑ってわけではなくて、黄色とかピンクとかね、いろんなカラーが使われてて、すごい綺麗な瞳をしてるんじゃないかと思います。吸い込まれるような瞳っていうのはまさにこんな感じかもしれないね。はいはい。じゃあ続いてミクちゃんの衣装を見ていきましょう。ちょっと珍しい衣装ではありますよね。うん、なんだろう、メイドさんっていう風な感じではないんですけども、花嫁のウェディングドレスっていうような感じでもないような、うん綺麗なドレスではあるんですけども、綺麗でね、可愛いドレスではあるんですけども、ちょっと今まで見たことがないようなタイプになってますね。いくつもの層に分かれていて、 1,2,3,4 層になってるね。すごい綺麗だね。はい。で、胸の部分なんかもちょっとセクシーになってますよね。首にしてある宝石の部分、クリアパーツで成形がされていて、すごい可愛く綺麗になってるんじゃないかなと思います。リボンはミクちゃんのカラーという感じになってますね。なるほど。はい。で、手の部分はアームガードみたいなのつけていて、この辺は従来のミクちゃんと同じような感じなのかな。うん、って感じ。ただ珍しく2層は履いてないって感じになってます。はい。へえ、なるほどね。はい。じゃあ続いて後ろ見ていきましょう。はい、後ろこんな感じになってます。座ってるミクちゃんなんで、一見ね、その辺の机の角っちょとかに座らせることができるのかなと思ったんですけども、これが邪魔をして、できなかったんで、本当この台座につけてね、一緒に飾るっていう感じのフィギュアになってます。はい。背中の翼すごい可愛いですよね。うん、よいしょ。可愛くて美しい翼って感じになってますね。白一色ではなくて、やっぱりピンク色
って言えばいいのかな、なんか若干オレンジに見えなくもないんですけども、若干グラデーションがね使われてるような感じになってます。はい、クリアパーツを主体としていて、この辺の造形もすごい綺麗ですね。ウィングガンダム思い出すわはい、よいしょ。やっぱり真正面から見た時もね、翼が自然な感じになってるっていうのがいいんじゃないかなと思います。はい、じゃあ早速ですね、細かいところ見ましたんで、あとはいいかな。やっぱね、こう後ろのスカートの部分のところ、今さっきはあんまり細かく言わなかったんですけども、ちょっとカメラ越しじゃわかんないかなと思うんですが、グラデーションがね効かせてあって、この辺もやっぱり抜かりなく造形ができてるなって感じですね。服のシワ感なんかもバッチリなんだよね。いや、よくできてますわ。スピリテールさんのフィギュア初めて触りましたけども、やっぱりね、よいしょ、綺麗にできてんじゃないかと思います。じゃあ早速ステッキを持たせて、ステッキというか杖だね、杖を持たせて、台座の方にね座らせてみたいなと思います。はい、完成しました。初音ミクバースデー2020スイートエンジェルバージョンのフィギュアですね。はい、杖の持たす方も非常に簡単で、ただ単純に座らせるだけっていうスケールフィギュアもちょっと珍しいんじゃないかなと思います。ミクシャのフィギュアではね、はい、あの他のシリーズのフィギュアは私知らないんで何とも言えないんですけども、ただ乗せるだけのフィギュア、ミクちゃんで言うのであればプライズ景品のね、ミクちゃんでしか、お目にかかれたことがないのかなと思います。そういった意味でも非常に珍しいミクシャのフィギュアなんじゃないかと思いました。はい、ケーキの上に座ってるね天使っていう感じなんですけども、はい、コンセプト的には非常に良いんじゃないかなと思います。はいミクちゃんが座っちゃうことによって、せっかく後ろにあるね造形の花た、あの、ごめんなさい、花がね見えないっていうのはちょっとあるかなとは思うんですけども、でもまあこうやってね、ぐるぐる見回してみるのであれば、わかりやすいんじゃないかなと思います。はい。どの角度から見ても楽しめるっていうのは、スケールフィギュアではね、というよりかフィギュアでは大切なことかなと思いますので、この辺もやっぱりね、抜かりなく作ってやるのは素晴らしいんじゃないかなと思います。はい。改めて見ても、やっぱり造形非常に綺麗なんですけども、一点だけちょっと気になるところがありまして、やはり、台座に直接座らせるというこのフィギュアなんですけども、おそらく、時間経過とともに塗装が移る可能性が考えられますので、はい。もし長く飾るのであれば、定期的にね、メンテナンスしてあげる、あるいは、ケーキの下に、そうですね、例えば、フィギュアについてきたこういうビニールですね。よいしょ。これ杖がしまってあったビニールなんですけども、こういったビニールをお尻の下に敷いてあげればね、色移りなんかも心配ありませんので、ちょっと見栄えは悪くなっちゃうかなと思うんですけども、もし長く、飾るのであれば、その辺も一応視野に入れてもいいんじゃないかなと思います。はい、衣装の一部がやっぱりね、台座にちょっと触れてる状態なので、どうしてもね、コンセプトとしてはしょうがないかなと思うんですけども、はい、まあ、そういった、ことも考えてあげるといいんじゃないかと思います。はい、ただね、それを踏まえたとしても、やっぱり全体的にね、よくできてるフィギュアなんじゃないかと思います。1ヶ月ぐらいだったかな、延期したのはね。ミクちゃんの本来だったら、誕生月8月の終わり頃に、来るフィギュアだったんですけども、9月の終わり頃、つまり1ヶ月ぐらい伸びちゃったんですけども、はい。伸ばして、くれたおかげっていうべきなのですかね、はい、非常にねクオリティの高いフィギュアなんじゃないかなと思いました。価格の方が確か2万3000円ぐらいだったと思うんですけども、マジミラーですよね。去年のマジミラーで、参考出品された時にやっぱりすごいいい出来だなと思いましたんで、迎えて正解だったのかなと思います。ミクちゃんの誕生日をお祝いするフィギュアっていうのはプライズではよく見るんですけども、スケールではあまり見なかったんで、そういった意味ではまたスピリテイスさんいいタイミングで突っ込んできてくれたのかなと思いますね。はい、財布がちょっと痛かったけどね。でもやっぱ2万オーバーするだけあって、よくできたフィギュアなんじゃないかなと思いました。本来だったらマジミラで予約しましたっていうあれをすると、タペストリーだったかな、ちょっとなんかもらえたんですけども、私それやり忘れちゃったんで、いや、ちょっと失敗したね。なんかいろいろもらえるってのがあったみたいな、なんか抽選で、抽選でタペストリーだったかな。本来だったらアクリルスタンドがついてくるんだったっけかな。っていうのもあったんですけど、まあフィギュア本体だけでも十分なんだと思いますので、はい。
ただこれがね、受注生産っていうのが惜しいところなのかなと思います。一般販売にしたらまあそういう分、その分だけクオリティは下がっちゃうので、うん、これだけいい造形を拝めなかったのかなとは思うんですけども、うん、今後のスピリテールのミクさんのフィギュア、桜ミクちゃんを予定していたと思いますので、はい、桜ミクちゃんもね届き次第レビューしてみたいなと思います。いや、やっぱ綺麗な造形だよね。なんか年々新しいねスケールフィギュア出してるとこありますけども、出してる会社さんいろいろありますけども、うん、スピリテールさんの出来もねよくできてるんじゃないかと思いました。はい、コンセプトも新しいしね、台座ケーキの上に座らせるっていうフィギュアなんですよね。うん、迎えたのはいいんだけども、まだ出してないという方、ぜひ出してあげてね、そうですね、一緒に飾ってあげるといいんじゃないかなと思います。はい。綺麗だなはい、というわけで、初音ミクバースデイ、2020スイートエンジェルフィギュアのね、紹介でした。うん。そうですね、造形がすごい良くて、でうん、塗装もよくね、できてるフィギュアなんじゃないかと思いました。さすがスピリテールさん、第1弾のフィギュアすごい力入ってんじゃないかなと思います。うんはい、そうですね、フィギュアを今までレビューしてきた身としてはやはりね、最高クラスのフィギュアなんじゃないかなと個人的には思いました。うん、レビューではね、やっぱり伝えられるところっていうのはすごい限界がありますので、うん、実際に見てね、触れた方が、やっぱり伝わりやすいかなとは思うんですけども、うん、やっぱり一言ではちょっとね、言い切れないね、素晴らしさがあったんじゃないかなと思います。はい。第2弾のね、桜ミクちゃんのフィギュアもね、届き次第レビューしてみたいなと思います。はい。楽しみにしていただければと思います。はい。何せよくできたフィギュアだと思います。うん。今後のねスピリテイリさんのフィギュアも、楽しみだなと思いました。はい、というわけで、初音ミク、バースデイ2020スイートエンジェルフィギュアの紹介でした。紹介したのはバシーとミクとミンでした。はい、またね、またね、バイバイ。ミクとミンとバシーからお願いです。チャンネル登録、グッドの評価お願いします。ツイッター、インスタグラムもやってますのでフォローお待ちしております。それではバシーとミクとチャンネルをお願いします。